今回は、ボディマウントの、まあ、実際の取り付けについて少しお話ししようかなと思います。まあ、今回のこのボディマウントのパーツっていうのは、まあ、テスト車両はメインでタミヤの TRF420、 あとはまあ420の前には 419XR でもやってました。またヨコモの BD10 でも一部お願いをしていた経緯があります。取り付けに関しては、X-Ray T4、 あとは Infinity IF14-2、 IF14 もいけるのかな、あとは、ヨコモの BD10、 そしてタミヤ、それぞれの車で取り付けられるだろうということがおおよそ確認できています。まずこのボディマウントなんですけれども、こちらはこのタミヤ製を使うか、もしくは、はい、X-Ray 製、301336リアボディマウントセットですね、まあ、このどちらかを使うことを推奨します。ヨコモ製とインフィニティ製っていうのはこの取り付け穴の部分がの形状がですねちょっと適していないので、あまり進めたくはないかなと思います。はい、次にこの、まあ、タミヤ製にしろ X-Ray 製にしろ、もともとはここにネジがかかるようになっていますので、これを拡大してネジが効かなくなるようにします。 3mm のネジでこの穴をそれぞれ拡大してください。はい、じゃあ今回は、X-Ray 製のもので取り付けることをちょっとやってみようと思います。はい、次にウイングのマウントですけれども、マウントの長さには2種類あります。高さの低いもの、そして高さの高いものがあります。これはボディの高さ、あとはカーボンダンパーステーの高さ、このそれぞれの距離によって使えるものっていうのが変わってきますので、それはそれぞれの人の、まあ、状態に合わせて使う必要があるかなと思います。ただ、これ結構高さの差があるので、この中間が欲しいという場合も当然出てくるわけです。それはボディ側のナットの高さで調整することができます。ナットは高さとして3種類 10mm、12mm、15mm がありますので、例えば、まあ、この低い方のマウントに長いものを使う、もしくは高いものを使って低いナットを使う、まあ、いろんなシチュエーションがあると思いますけども、それぞれの車の状態、ボディの高さの状態によってそれぞれ選定していくことになってきます。はい、で私の車の場合は低い方を使うことになるので、低い方を使ってみようと思います。3D プリンター製の製品というのは、積層して物が作られていますので、ちょっとナイーブな部分があります。ですので、あらかじめこのネジ穴の部分にネジ山を切ってあげると、まあ、長く使えるかなと思います。あとは電動工具を使うとこの摩擦の熱で樹脂を動かしやすいので、電動工具を使うときにはさらに取り扱いには注意が必要です。はい、準備としてはたかだかこの程度です。はい、ネジを切ったらこれらを一緒に共締めしていくだけになります。ネジの長さで推奨するのは 16mm と 14mm です。16mm の方が上側ですね。そして、短い 14mm の方を下側で留めていきます。車体側のボディマウントの取り付けは完了です。
次にボディ側になります。先ほどお伝えした通りボディ側っていうのは長さが3種類あります。はい、10ミリ、12ミリ、15ミリです。この中で、まあ、例えば私の場合だったら15ミリを使ってます。こんな感じですね。そして最後に高さ調整用のビスを1本入れておきます。はい、これで OK です。あとは実際に乗せて高さのフィッティングをします。乗せた時にこうカチカチと音がするぐらいの状態、これわずかにボディがボディのウィングのナットとウィングのマウントに隙間がある状態なんですけど、これぐらいがいいと思います。こっち側はカチカチと音がしないのでクリアランスが全くない状態ですね。非常に手軽な調整で済みますので、やってみてはどうかなと思います。はい、今回はこのウィングマウント、そしてナットの使い方について、紹介しました。またデータをダウンロードされたいときにはぜひ、概要欄から Google ドライブのリンク貼っておきますのでお願いします。